一番戻るのはやっぱり恋をしたりとかっていう時だろうと思うんだけど、はい、どんなタイプの方がお好きなの？私も申し訳ないんですけれども、好みすら分からなくなってまいりました。え、好み、その意味をどう解釈して飲み込めばいいのか分からないですが、好みはないんですね。好きになったのが好み。そうです、そうです。外見的にはどうですか？背が高い、そんなものも全然何にも、背なんかあれば、はい、もあれば嫌がる方もいらっしゃいますからね。何を？大きい女の人、でっかい女はいいじゃない。聞きましたか皆さん頑張りましょう。いや、頑張りましょうね。亀井さん、はい、芸能界も長くいらっしゃるでしょ。はい、お友達とかも、はい、よくご飯食べに行ったりするのは若村真由美ちゃんと、あとは南野陽子ちゃんかな、うん、陽子ちゃんには陽子ちゃん家でご飯作ってもらって、あれは食べたりとか、あとは、あ、そうですか、真由美ちゃんはうちに来てご飯を食べたりとか、女優さんの間でこう流行ってるメイクのこういうのがあるとか、健康のこれがあるとか、例えばテレビショッピングでこういうのがあったから買っちゃったわとか。結構テレビショッピング見るの好きなんですよね。ずっと語りかけてくれるでしょ。ああ、そう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 。これいいんですよ。お客様って言って語りかけてくれるので、ちょっとテレビショッピングやっていただけますか。あ、やりますか。これ調理器具、何を売りますか。あ、本当に、はい、これすごいです。これは何て言うんですか。これはあのザーレンですね、はい、ザーレン、はい、ザーレンとこれは寸胴っていうか、まあ、はい、油置きみたいなことで、はいはい、これだから、これ油置きを今買うとこれザーレンがついてくるすごい。皆さん、こんにちは。こんばんは。今日は素敵な商品をご紹介いたしますこの寸胴というんでしょうかね。でもこれ油切りなんですけど、今これをお買い求めいただきますと、このザーレンがついてまいります。これ立派ですよ。こうやって遊ぶこともできます。お湯を切ることも、もう本当軽いんですこれ。それに今じゃんじゃん電話がかかっております。今3桁のご注文。これ気になるお値段でございますか。気になるお値段ですね、はい、お値段を言うと電話かかってくるんでしょうね。そうですね、はい、じゃあお値段発表いたします、はい、よくお聞きください。3980円。3980円。